そうですね、やっぱり今までパラリンピックアテネから、ね、4大会出てますけど、こうしてホームでのパラリンピックっていうのは当然初めてなので、まあ、どんな風にこう気持ちとして迎えるのかなっていうのがまだちょっと想像できないところはありますね。その当日がすごく今楽しみですね。アテネのパラリンピックはダブルスでの金メダルっていうのが一番の思い出になってて、それまではもうそのアテネパラリンピックでもう引退しようと。やっぱりテニスすごくお金かかるスポーツだし、これ以上両親に負担もかけられないっていうところでもうアテネで終わろうっていう気持ちで臨んでって、まあ、結果はダブルスで金メダル取れたので、まあ、それからやっぱりテニス選手として、これを仕事として生きていくっていう選択肢が増えた、大会でもあったので、そうですね、やっぱりね、グランドスラムはテニスの最高峰ですけど、このパラリンピックっていうのもまた一つすごく大きな勲章でもあると思っているので、今までの、まあ、アテネ、北京、ロンドンでの金メダルっていうのは僕の人生を変えたし、またこの東京で、金メダル取ればまた大きく、ね、変わる可能性もあると思っているので、まあ、僕だけじゃなくてたくさんライバルの選手もいて、いい選手もいるので、まあ、そういった選手の、ね、ファンになってくれてもいいし、もちろん僕のファンになってくれたら一番嬉しいし、なんかそういうことが一番楽しみかなっていうふうに思ってますね。車椅子テニスを知らなかった人たちに知ってもらう一番のチャンスだと思っているので、それが楽しみですね。